楽天トラベルのですね数字も追いかけましょうということについてやってるわけなんで、そちらをねまず見ていきましょう。こんな感じになっています。はい楽天トラベルの登録宿泊施設数と、そして予約数などを調べているわけなんですけど、11月の数字が出ましたので、紹介しましょう。こんな感じになっています、はい。11月の数字は、 はい、登録宿泊者数が4万2764ということで、先月の数字から比べまして、マイナスということになりましたね。そして9月から比べてもマイナスになっているということで、2ヶ月連続マイナスになってますね。そしてて予約数の方を見ていきますと、 757万泊となりまして先月よりもマイナスになっているということです。ではね、ちょっとね、こうあのミクロで見てわかんないので、ちょっとマクロで見ると、えー、こんな感じになります。はい、えー、ちなみにですね、過去にこう、ねえー、予測をしてたわけなんですけど、これが780から800万泊というですね、予測を立てていたんですけど、蓋を開けてみると 757万泊ということになりましたがさあまたね予測も含めやっていきたいと思ってるんですけど、まあ、ちなみに変わることはこの後お話しますけどすべてえブログの方に内容が出てますの、ね、でそれ見てもらえばですねえ無料で見ることができますが解説付きで見たいという方はこの後 YouTube メンバーシップ月額190円から学びますデイリー会の入会が必要になりますのでよろしくお願いいたしますはいではね解説続けてね予測もやっていきたいなと思ってるんですけど はいこちらから見ていきましょう。はい予測はこうなりました。え七、ー、百から七百四十万プックぐらいをですね今回つけてみたんですけど、でこれはねその希望的観測もあるんですが実はね。 757万泊という10月の数字っていうのは僕の予測をはるかに下回っちゃったわけですよ。で、これは、まあ、わざとというかですね、ちょっと希望的観測があって、どうしてもね、先月、前年、先月と比べてですね、プラスにしたかったっていうのがあったんですけど、まあ、残念ながらマイナスになってしまいました。で、今回ね、ちょっと11月っていうのはちょっと特徴がありまして、 2018年からずっと振り返ってみてもですね昨年同月比で常にプラスを続けているという12ヶ月の中で唯一の月なんですよ。このいろんな感染症の問題がありましたその後の注射の問題とかあったんだけどそれでもプラスを続けているっていう唯一の月なんですね。なのででここはですねぜひ 守ってほしいので、七百四十万泊いくといいなと思っているんですね。で、七百四十って数字はあながち間違ってなくて、だいたいですね。九月の数字、十月の数字と十一月の時。比べた場合に、十月より十一月の方が若干マイナスになるんですね。日にちが一日少ない、三十一日と三十日ってこともあるし、一日少なくなるんですよ。 なので、740万泊ぐらいでとどまってもらえれば、一応、昨年同月比プラスを維持することができるので、そのぐらい行ってほしいなと思っているんですけど、ただ、この10月の数字を見ると、もしかしたら下に行くと700ぐらいまで落ちてしまう可能性がある。そうするとですね、昨年同月比は下回ってしまうので、 ちょっと分かりませんが、まあ、このぐらいにね、収まるのかなというふうに思っています。果たしてどうなるか、えまた来月、答え合わせをしたいなと思っています。うん、そしてもう一個問題なのは、こちらです。登録宿泊施設数が2ヶ月連続でマイナスになった。ちょっとこれちっちゃくて見えづらいかもしれませんが、これずっとね、僕、あのもうずっと調べてるんですよ。なな何年もですね。 そうすると、マイナスになることがたまにこうあるわけなんですけど、2ヶ月連続になるのはかなり久しぶりです。えここ、ここなので、2022年、だから2年前以来ですね、久しぶりになりましたと。でそ,そして、さらにここですね、3ヶ月連続になると3年前になるんですね。だいたいこの10月、11月ぐらいってマイナスになることが結構多くてですね、同じような形で今回もなったんであれば、また落ち着くんであればですね、問題ないんだけど、これが長引くようであれば、 心配ですですその原因としては、ここにありますように、さすがにですね、11ヶ月連続、昨年同月比でマイナスが続いているんですよ。これ、ちょっと意外ですよね。その、この感染症の問題が明けて、プラスになっていそう。インバウンドも復活てそうな気がするのに、実はマイナスになっているんですよ。なので、今後、 これが続くようになれば、1年続くと、どうしても会社的には、ですよ、昨年よりも売り上げが下がったってなると、当然、ですね、もうやめようかって話は出てくるわけなんで、これがね、これかあの来年以降、ですね、起きてくると、ですね、ずっとマイナスが続いていくっていうですね、悪循環にならないかなっていうことを僕はちょっと心配しています。なので、宿泊、観光業界のお客さん、僕も多いんですけど、ちょっとこのあたりですね、注目しておきたいなと思っています。はい。